のりんごです。です。これかな？です。リンゴ。です。これらをいろいろ入れてこうなりました。こんな感じで一応辛くないやつを。辛くないやつを頼んでみたんだけど、この前で頼んだことあるかな。どうもどうも、こんにちは。いかがお過ごしですか。今日はですね、私の方は野菜不足でお過ごしでございますので、ちょっと野菜不足をね解決するために、お野菜たっぷりの、今回はセンレックになるのかな、あの米麺でございます。ジュースを買ってきたんで、まずはちょっとなんかね、スムージーを探してたんだけど、なかなかないですね、スムージーは。まあちょっと美味しいかどうかをチェックしてからですね。大丈夫だ、これなら食べれます。これは何だろう、ちょっと辛いソースと砂糖とですね。でこんな感じでライムも入れてもらってるので、ライスヌードルですね。でココナッツ味で、こんな感じで、まずじゃあこのまま食べてみましょうね。こんな感じです。こんな感じでライスヌードルが入ってる感じですね。一応ね、ミントも入れてもらったんですよ。これで40バーツです。だから160円。一応辛くないとは言ってたけど、食べてみましょう。あ、例のね、高菜が入ってます。うん、辛くない。あれだね、なんか混ぜそば担々麺みたいな感じ。これはバジルじゃないや、ミント。これはインゲン。あとね、これがバジルだったかな。これバジル。うん、美味しい。これならいいな。やっぱね、イサン地方なのでここは辛さが半端じゃないんですよ。普通のパタヤとかでお目見えするイサン料理とはちょっと違うと思うんで、ちょっとビビってますよ。うん、これなら大丈夫。マイペース。これがね、高菜的なあのカボソーイの味。うん、おいしい。まあソースはいらないね、これだけ入れたら。結構味もしっかりしてるし、ちょっとこう担々麺みたいなお肉が、うん、なんかハーブが美味しいね、香草が。
これが一応私の朝ごはん兼ランチです。美味しいです、とても。カレーが入ってないからココナッツ、なんだろうな、ほんと担々麺みたいな感じ。ただぬるいですね。で、なんて言うんだろう、こっちだとね、生のもやし食べるんで、その辺が冷たいのが入るからますます冷たくなっちゃう。ということで、食後にねコーヒーを飲みたかったので、ちょっとこちらに寄ってみました。ちゃんとですねコーヒー豆から引いてくれる感じで、一応ラテを頼んでみました。私は意外にねラテ好きなので、牛乳もね、ちゃんと冷やしてありましたから、大丈夫そうかなと思いながら見ております。で、最初にですね珍しくシュガーはどうするって聞かれました。何パーセントにするみたいな感じで、解いてきましたので、 25% みたいな感じでね、話をしました。本当に 25% になるのかな、 125% になっちゃうのかな、なんて思いながら、ちょっとドキドキでおりました。で、料金はですね40バーツでしたので、シシ16でございます。さっきのね、僕のランチと同じ料金ですから、コーヒーは、高いと見るのか。でもまあまあ日本に比べればね、160円でこれだけのクオリティのものを飲めるのでやっぱ安いですよね。ということはさっきのランチが安すぎという形になるんでしょうね。超安かったですよね。で、今ね持ってくテイクアウト用の袋いるみたいな感じでしたので、一応ぶら下げて帰ろうかなというところでいただいて帰ります。うどん谷はですね、常にバックグラウンドで鳥の鳴き声が聞こえるのがお分かりでしょうか。本当にね、自然豊かで、のんびりこうやってね、動画を撮影して動画を作ってという環境では最高じゃないかなと思いますので、クリエイターの方ですとかね、デザイナーの方、iPhone、iPad、パソコン1台でねお仕事ができる方はこの辺りでねのんびり過ごされて、でまた飽きたらねバンコクに帰っても片道3000円ちょっとのフライトですから、全然いいかなと思いますので、ぜひうどん谷にお越しいただければ幸いでございます。この度もご視聴のほど本当にありがとうございます。また夜はですね、彼女たちと飲みますので、よかったらチャンネル登録をしてお待ちいただければ幸いでございます。それでは今回もありがとうございました。それではバイバイ、また見てね。